はい、ご視聴ありがとうございます。長与義郎、幸運と流法、朗読その第3回、第1幕、第1番、助手登山駅なる愚一行の家。愚鬼一人、丸窓の際に旗を折っている。少しも気乗りのせざる様子。やめてため息を吐く。自らそのことに気がつき、入り口の方を見る。立ちてそっと窓を開け、首を伸ばすようにして彼方を望む。秋の夕日、彼女の思を照らす。虫の声聞こゆ。彼女は落胆の手にて呆然と立ち入る。急に何かの音にハッとして、急ぎ旗織りの前に腰を下ろし、前のごとく旗を折れる風をなす。養父愚一行、静かにろうそくを持って登場。養父、驚かしてすまない、わしだよ。愚鬼とぼけてその方を振り向き、驚きはいたしません、貴様。養父、食台をテーブルの上に置き、火打ち石か何かで明かりをつけながら、どうだ、なかなか忙しいな。何がでございます？何がといって、お前は一人で二つの旗を折らねばならぬからな。目に見える旗と目に見えぬ旗と。まあそれなら二つではございませんわ、三つでございますわ。三つというのはわからんな。おじさまは私をそんな不幸者だと思っていらっしゃいますの？いや、わしはお前がわしのことを言ったのか、それともあのお前を慕っている横領のことを指したのかわからなかったのだ。両方だとすると四つになるわけだからな。私はもうあの人のことなんか思い出しもしませんわ。かわいそうとも思わないのか？もっともその中の一つに比べると他の三つはまるで太陽の前の星ほどにも行くまいからな。まだ明かりをつけることができない。私がつけましょう。まあいい、そこにおいで。わしはお前がこんな薄暗いところで旗を折っていても普段と違って目を悪くしはしないかなぞという心配はしないがな。明かりようやくつく。ああ、やっとつきました。顔輝く。そうだ、明かりがついた。意味深く笑いながらしげしげと彼女を見守り、頭を振る。さてまた食材を拭きながら、なあ、人間は一生に三度人に顔を見られるという。生まれた時と婚礼の時と死んだ時と。お前は今その中で一番めでたい、またただ一度の嬉しい場合に会っているのじゃないか。私は嬉しいのだかなんだかわかりません。ただ胸が重苦しいのです。たまらなく切ないのです。急に涙ぐみ、養父の胸に顔をうずめる。養父その髪をなでる。人間というものはかわいいものだ。自分ほど世に幸せなものはない。運命に愛されているものはないような気がしてくると切なくなるのだ。なんとなく自分には過ぎている、もったいない、かたじけないという気がしてくるだろう。するともう死んでも惜しいことはない。何かの祭壇に喜んで自分の身を生贄に捧げたいというような気がして、じっとしていられなくなってくるだろう。だから切ないのだ。
そればかりではありませんわ。私はなぜか寂しくてなりませんの。父様。それは一方につくということは他方から離れることを意味するからだ。新たにつく喜びの後ろには離れる寂しさがつきまとうのだ。お察ししていますわ、おじさま。お前がわしを察してくれるとわしはなおお前を察しなければならなくなる。なぜといって両方から惹かれるものは一方に惹かれるものよりはなおつらいわけだからな。どうかお胸のすくまでおっしゃってくださいまし。私はそれをこらえていらっしゃるのを見るよりそれを伺う方がまだしもたやすうございます。いやいや、泣き言は言うべきでない。ちょうど園庭が長い年月鍛錬して育てた植木をようやくこれからが花の見どきだというところで人に売ってしまうのを喜ぶようにわしも喜ばねばならぬのだ。いやいや、わしは心からお前を祝うぞ。喜びというものは一番尊いものだからな。わしはただ一人きりになるお祈りのわしはお前の運命がますます大きく花を咲かせて立派に実を結ぶことを心から祈るぞ。なあに、人間はどんなに寂しい境遇にでもいざとなればどうにかして不思議に耐えてゆくものだ。案じることはない。わしはもうこんなに喜んでいるのだ。二人強く抱き合う。お前は泣いているのか、泣いてはいないのか、どう見せてくれ。グキの目に涙のあるのを見て満足し、ああ、お前の目には大きな露が宿っているな。よしよし。グキの折りし旗を見て、だがどうだ、お前は目に涙をためても心の喜びを隠せない証拠がここにあるぞ。それ、お前はここの赤と紫とを折り違えている。赤を通すところに紫も通している。おやまあ、明かりが苦労ございましたので。いや、どんなに明るくとも一人で同時にそう幾色もの旗が間違いなく折れるものがいたらそれは奇術師だ。お前が間違えるのも無理はない。この近所の女子でお前を羨んでいない者は一人もないのだからな。私はあの人たちが気の毒でなりませんわ。なんだか自分ばかりあまり良すぎる目に張っているような気がして。そのくせお前はその哀れんでいる娘たちに何とかおめでとうを言わせたいのだろう。わしはよく見ているぞ。お前があれらに会っている時の様子は羊のように謙遜だ。それでいてお前の目は孔雀のような誇りにあふれている。そうして強いても自分を祝わずには承知しないように見える。だがそれもお前を少しも見苦しくはしない。グキの手を取る。まあ、おじさまの手の温かいこと。養父寂しげに笑う。お前の半分の血もない。わしの手の方がお前のよりも温かい。冷たい手と温かいため息と。いや、わしも昔はな、お前のようにゾゴゾゴした不安な心で刻一刻と自分に近づいてくる幸福の羽音に耳を澄ましたこともあるのだ。お前はわしの言うことを聞いているのか、それともその青い翼の使いの羽音に耳を傾けているのか。私にはわかりませんわ、おじさま。
いや、今のお前にはその羽音ほど高く響くものはないのだ。それでお前はその使いの背中に乗ってどこへ行くかな。どこへでもあの方の行くところへと、お前は胸の中で笑っているな。いや、わしはここにいて、遠いところからわしを迎えに来つつある黒い使いの羽音に耳を傾けながら、お前らがどのぐらい高いところまで登っていくかをこの窓から見ていようよ。そうしてそれをわしの唯一の慰めとも楽しみともしていようよ。おう、ごらん、いつの間にか月が昇っている。今宵は月もお前を祝って微笑んでいるように見える。優れた婿を持ってお前は運がいいなと言っているように、大方あの幸運にはまたこの上ない良い花嫁を持って幸せだなと言っているように見えるだろう。本当にいい月夜になりましたこと。はあ、おじさま、私どうしてこう気が弱くなったのでしょう。実はお前は誰よりかも強いのに。誰よりかも強いって何のことでございますの。あのこういう並ぶもののない工具さえお前の前には兜も脱いでひざまずくではないか。そんなこと。嬉しげに顔を隠す、ため息を吐く。そうしてお前が一つため息を吐けば、それだけお前の恋は強くなるのだ。何でも物はあまり早く無造作に取られてしまっては楽しみがない。長く引っ張られれば引っ張られるだけその憧れは強くなるのだ。そうして憧れが強くなればなるほど、それを最後に得た時の喜びもまた一層濃く深くなるものだ。お待ち、お待ち。お前が今辛抱して一時多く待てば、お前の恋はなぼ一段高く上り、それのもたらす贈り物もまたそれだけ増えるのだ。グキギクッとして耳を傾く。あっ、ひずめの音が。来たか。寂しげな表情。ほれ。窓のところに行き外を見る。グキおどおどして。もしやそれはあの方が。道であの方に恨みのある賊にお打たれになったことを知らせに来たのではないでしょう。おじさま、もしもそんなことがあったら、私はそれを聞く前にこの胸を刺さずに置くものか。まあここへ来てみろ。グキ夢中で窓のところへ行き外を見る。あの方、あの方です。いらした。月の光があの方の兜にキラキラと輝いています。手を振っていらっしゃる。あの薄いに乗って本当に立派な馬ですわね。お前の太陽は来たのだ。わしは消えてしまわなければならない。天と地との楽しみをゆっくり味わうがいい。やむを得ざるよぼに退場。浮き窓より微笑みながら手を振る。胸を押さえる。私はあの方がお目にかかれるかどうかが心配になってきた。この胸にはもうそんな力は抜けてしまったような気がする。私はあの方をお出迎えに行くこともできない。だけどこうしてもいられないわ。あの方はお怒りになるかしら。息を弾ませてようやく戸口のところまで
つま先にて忍びゆく。向こうより降雨の来る気配するため急に逃げるように飛びのきて部屋の隅に隠れて立つ。真に恐怖を感じつつあるもののごとし。降雨静かに来たりて戸口の敷居の上に立ち止まる。降雨愚気を見る。降雨半ば独り言のように緊張して。ここへやってくるといつもながら俺を罠泣かすこの霊妙な本尊は一体何者なのだ。それは目に見るものにしてはあまりに美しすぎ、幻影であるにしてはあまりにも生々しい力を持ちすぎている。そうして俺はその幻影だか実在だかわからぬものの美しさにうつつも抜かして手負いの傷の痛みをも忘れてしまう。なんだそこの薄暗い隅に懐かしい光を放つ女神のゾボのように輝いて見えるのは。お分かりになりませんの、コウ様。おお、あの声。私の目がそなたを見ることに飢えかつえていたように、私の耳が聞くことに飢えかついていたのはその声。そんなところで何を言ってらっしゃるのでしょう、あなたは。そなたが声を発するのが私には不思議でならないのだ。私は石の像ではありません。力響く天の声のようだ。私の強い魂はその響きにおののき引き寄せられて打ち砕かれてしまうような気がする。私こそめまいがして倒れそうです。私を支えてください。いや、私がこの手で触ったらそなたはボタンの花びらのように崩れてしまうだろう。しかもその痛い気なそなたはこの私よりも強いのだ。ではあなたは私に触ってはくださらないの。なぜあなたはいつまでもそんなところに立っていらっしゃるの。あなたのお顔は私にはよく見えませんわ。月はものを見るものではない。ただ仰いで眺められればいいのだ。黙って憧れられていればいいのだ。誰からでも。そうだ、私の脇に立って、そうしてそなたがこの私のものだということも下界の者どもに示すのだ。そうしてあなたが私のものだということも。さあ早くそのあなたの強い胸に私を抱きすくめてください。あの嬉しいお言葉を、私を愛しているというあのお言葉を聞かせてください。愚気降雨に近寄り抱かんとす。降雨一歩後ろへすさる。愚美人、怒ってはいけません。私は今日は怪我人なのです。怪我人、あなたが。降雨を月光の下に連れてきてから上から下まで見る。まあどうしよう、ここには血がついています。あ、ここにも。ああ、やっぱり道で俗にお出会いになりましたのね。私だって怪我をすることはある。私は妬まれているから、また少しは怪我をすることもいいのです。それは私の征服欲をつっつき余計なことではあるが、私が防いでないことを私に思わせるから。左の腕をまくってみせる。むごたらしい。きっとそうではないかと私はお案じしていました。あなたのことですから元より大丈夫とは思っていましたけれど。誰も私に向かっては卑怯になるように、そやつも出し抜けに森から現れて後ろから切りつけてきたのです。しかし
工具に傷を負わせたのだから、その男も満足に往生したに違いありません。本当にちょっと待っていらして。急いで奥に入る。工具愚鬼の後を見送り独白す。なんという美しいものか。あの娘が美しいのか、それとも美がその姿を表すために特にあの娘の体を選んだのか。いや、むしろ美があの娘だと俺は言いたいぐらいだ。この下賤な世にどうしてあんな清らかなものが生まれたか。おこいらの畜生どもと同じに、あの娘の命も露のようなものだというなら、なぜあれほどにまで神々しい美を当家はあの娘に送ったか、俺には不思議でならぬ。俺が迷っているというのか。しからばこの迷いを英語を覚めてはならぬぞ。もし迷いがこの世に気高くそぼぼんな喜びであるなら、いかな尊いうつつの真実も俺は犬に食わせておしがりはしないぞ。あの愛らしい美の中にこの俺の身と魂とが溶け込んでゆくものなら、俺はあの娘に迷って迷って迷い抜いた挙句の果てに知らぬ奈落に落ちゆこうと何の食いるべき気楽であろう。あの哀れな男よ、俺はお前が妬みのための発狂から俺に切りつけてくれた親切に対して礼を言うぞ。武器小さき金だらいと治療の道具とを持ちて急ぎ入り来る。大変お待たせしてごめん、すまぜん。工具に寄り添って傷口を洗う。お痛いでしょ。この傷を受けた時私は腹が立った。しかしこうしてそなたに治療してもらうことができることも考えた時、私は傷を受けたことを喜んだ。こんな小さな傷さえも私たちの愛の楽しみを嫌が上に濃くすることに役立つことを私は喜んだのだ。武器の肩に右手を回す。武器はうつむいたままじっとしてしまう。手を動かし得なくなる。その顔は火のようにほてる。深き息を吐きつつ、なおも工具に寄りかかるようになる。工具突然右の片手にて愚鬼を膝の上に抱き上げる。二人抱きつき長き接吻する。まだあなたは剣をお取りになりませんのね。忘れていた。しかしそなたに見せるものがそこにある。私に見せるものが。布を巻き終わる。結婚の月たる剣を抜き、それをテーブルの上に置く。さあ、その血を接吻しておやりなさい。それで引導が渡るのだ。誰にです？これは賊の血ではありませんか？私は賊を切ったとは言わなかった。それなら。そなたを恋した男の中の誰の血かというのか。いや、そなたは私が誰を指しているのかをもう気取っているのだ。それはそなたを最も厚かましく恋した男であり、そなたから最も多く愛を受け取っていた家宝物だ。あなたはあの横領のことをおっしゃるのですか？その首を私は月にさらしてみて初めて知ったのだ。そうだ、私はあの男を知らずに殺したのだ。ではそなたはやはりあの男を私よりも愛していたのか？あなたよりもですって。切れて狂うごとく笑う。犬は人と同等な待遇を受けるとき、人よりもはるかに多く愛されたことになる。そういうのがそなたに不服なら、あの川へ行って身投げをするがいい。やつの屍はあの川に流れているだろうから。
あなたのしろとおっしゃることなら身投げでも何でもします。綺麗にて剣の血を吹く。地に飢えていらっしゃるあなたは、私がこの血をあなたの命令で接吻すれば、すぐこの場で私の首をお切りになるおつもりなのでしょう。私は喜んでご自分の愛するものをさえがめないとお気の済まないあなたの残酷なお心を満足させてあげます。さあお切り遊ばせ。首を差し出す。では覚悟をして。素早く剣を取りて勢いよく振り落とし、その背の方でそっとグキの首を叩く。グキ悲鳴をあぐ、こう笑う。はっ、かわいい臆病者。グキ、こうの首にかじりつく。本当に殺してあげたいほど好きな僕、もうお気が済んだでしょう。私たちの間を結ぶ神々しい鎖に対して、こんなウジ虫殺しの剣などが役に立ってたまるものか。さあ天から降りてきたついでに地上の結婚も急ぎましょう。美と力との、その上にやがて二つの冠は乗るだろう。グキそっと降雨の剣の先にて自分の指の端を切り、血を出す。さあこれを吸ってくださいな。別々には死なないという印に。こうそれを吸う。恍惚として、死が最も良い時期に来て、しかもそなたと一緒に死ぬることができたら、私は花嫁を連れて天の凱旋門をくぐる気がするだろう。剣を鞘に収め、それはそうと、そなたの支度はできているのか。いつでも門出のできるように用意をしておけとあなたがおっしゃったから、あなたは今晩私を迎えにいらしたの。私の軍勢は明朝北条に向かって出発することになっている。それで気の毒だが、私は今夜このいい月の下をそなたも連れて行く楽しみをしなければならないのだ。大いなる喜びと悲しみが一時に来る。なぜ気の毒だがなんておっしゃるの。そなたの心は察している。そんなことあなたがおっしゃるとまた恐ろしい裏言葉のように聞こえますわ。私は嬉しいのです。嬉しすぎるのです。お前は泣いているな。女のいじらしさか。その目を接吻する。月光二人を照らす。人の来る落とす。愚鬼降雨を離れる。養父入り来る。おめでとう、選ばれたお二人。そしてあなたが珍しく怪我をされたこと。ではいよいよ愚鬼、お前ともこれでお別れか。おじさま、それは結構だ。お前の行かなければならないところへ、幸福へ勇んで行くがいい。そこであなたにはただ一言、あなたの力にお気をつけなさいということを私の老婆心から鼻向けにしたい。それは人間の力以上の力にお気をつけなさいというのも同じですが、それからもう一つ、優れた軍師をぜひ一人捕まえること。その軍師の意見をよく取り入れるだけあなたがいつも寛大であるということ。それさえ行われたらあなたの天下は安心なものだ。この女を今まで育ててよく守ってくれられたあなたの先見の恩に対して、その忠告を頂戴しましょう。それでは。降雨愚鬼を擁して去る。養父それを見送る。
月光幕。長代義郎作、光雨と劉邦。朗読その第3回、第1幕第1話、徐州登山駅なる具一行の家。読み切り。第1幕第2話、拝見にある劉邦の館。劉邦とその妃呂妃。呂妃は赤子を抱いている。劉邦はあごひげありて、年よりは老けて見ゆ。鬢を撫でつつ考え考え、物を言う癖あり。卓上には出陣祝いの酒と杯とあり。呂妃、あの人にお会いになったらまず何とおっしゃるおつもり？劉邦、あなたを尊敬して私の微力を添えに参りましたと言おう。呂妃、酒を杯に継ぐ。何でもお立ててやるに限りますわ。あなたを尊敬していると言ってむやみに褒めさえすれば気に入る人だそうですから。劉邦、酒を飲み。いや、それは嘘のお世辞ではない。人物のない今時、彼は俺が自分を卑しくして心に恥じずに面と向かってあなたを尊敬していると言いうる唯一の男だ。しかしまた、正直にしていたら殺されるに決まっているような今時、あなたのご性質はあまり潔白すぎますわ。だから私は心配なのです。臨機応変に卑しい真似や我が身に恥じることを少しは我慢してなさるようにと私はお願いしたいくらいです。なあに、俺だって小さな潔白のためにむざむざ大事な使命を棒に振るようなバカをするものか。こう見えても俺はあの幸運より人が悪いのだよ。それを伺って私はよっぽど安心いたしました。でもあの人はあなたの価値を認めているでしょうか。多分内心では割に認めているだろう。表にはそれを表すまいが。でも恐ろしく自信の強い人だというではありませんか。自信の弱いことを恥とする念が強いほど自信そのものが強いわけでもあるまい。なんといってもまだ若いのだからな。だが恐ろしいのは彼の自信ではない、運勢だ。運勢ですから、あなたはあの人に大それたうぬぼれを嫌が上に持たせることが必要ですわ。そしてその間に。急に恐怖を感じて。だけどもしやその前にあなたがあの会計の大使の二の舞をなさるようなことはないかと私は心配で。といったところで、今彼と結んでおかなければ俺の運命はなお危険になるのだからな。噂によると彼は今度半蔵という軍師を迎えたそうだ。これはなかなか知恵のあることで聞こえた男だ。それでもし万一幸運が俺を殺そうとでもするなら、その半蔵がそれの不利を解くに違いないと思うのだ。なぜというに、俺はまだ彼よりも勢力は弱いが、彼は俺の人望を利用することが得策だからな。当分はね。しかしあの人たちが秦を滅ぼしてしまって、事実の上で殿下の主権を握るようになり、そうしてもあなたの人望を借りる必要がなくなった時はどうでしょう。どうも早晩には形勢は彼と俺との競り合いになるのだ。今はちょうどその勝負を応じかけにするために仮に組んで辛抱材料に膨張し合うようなものだ。だからそれまでの間に俺はうんと自分の実力を養い、その徳によって次第に人材を借り集め、いつでも彼から独立して対抗できるように準備しなければならないのだ。秘密にね。しかし
あの人たちがそれだけにあなたに熟させる時期を与えるかどうかが問題です。今あなたを生かしておけと説くその知恵者はやがてあなたを殺せと勧める人に違いありません。その時は俺がどのくらいの力を持っている人間かということが初めて人にも分かり自分にも分かる時だ。平常は俺の進化と実力との上にやむを得ず欠けてある薄絹が荒々しい運の合図によって引き剥がれてあらばに見える時の感じ、それがどんなものか俺は知りたくもある。思っただけで身震いがします。どうか心が案外に粘り強くってあの人の力をうんとすり減らしてくれるといいのですけれど。劉邦酒を飲む。いそうなる沈黙。部下の猛将範海登場。範海、準備はすっかり整いました。いつでもご出発を。劉邦、そうか、では日の暮れないうちに。立ち上がる。旅費に、どうか辛抱強く元気でいてくれよ。決して希望を失わずに。俺は自分の星に不思議に深い楽観を感じているのだ。お前の不当な忍耐と希望と俺は何よりの愛の証拠だと思うぞ。ご心配なく。ではいよいよ。泣きかけるが我慢する。劉邦と旅費熱烈に抱きつく。次に劉邦はその子供を抱き上げ接吻し黙祷する。どうか丈夫で育ってくれよ。俺はお前が何のために生まれてきたのかと天を呪うような目には必ずお前を合わせないだろうということを誓うぞ。その代わりにお前がやがて父の後を継いである位置に着くときに生まれたことを天に謝するようにさせることができるだろう。再び子供を旅費に渡し、ではお前たちを咸陽で迎える日までしばらくこれでお別れだ。随分大事にしてな。あなたもご成功をきっと、きっと。いや、それはお前が思うほど先のことではなかろうよ。決然として大股に去る。旅費ついに泣く。範海、奥方、ご安心なさい。この私がこの首にかけて閣下のご安全を保証いたします。会見を取り出す。お預かりしたこの会見は多分役に立てる気はなかろうと思っています。それではこれでごめんを。退場。これが永遠のお別れになるのでないと誰が知り得よう。あの範海がいてくれるのでいくらか気丈夫な気もするけれど、私たちはこうなすのではなかった。窓際に行く。劉邦万歳という声聞こえ。なんという大勢の人だろう。百姓も女も子供も老人もみんな泣いたりわめいたりしてお見送りに来たのだわ。あの方はあんなにみんなから愛されていらっしゃるのだ。こっちを向きになった。片手に赤子を抱きながら夢中に手を振り、また赤子を高く差し上げてみせる。また旗の陰に隠れておしまいになった。呆然と沈んでいたが急に決心の色を表し、私だってこうしてはいない。おめおめこうしているものか。幕。長与義郎を作、項羽と劉邦。朗読その第4回。第1幕第2話。
読み切り